と報告っていうか情報はちらほらあるから、いつか近いうちに出世されるんじゃないかなと思うけど。光是从台湾去新加坡就要四个小时。そもそもリストッカーについてのチュートリアルさえないもんね。日本直飞少半个小时，大概对，差不多七个小时。Revive me。因为我们台湾飞日本三个小时，然后飞回来要快。個人的に見てるの楽しいから、なんか一緒に出てられるなと。誰かにやってても。私もそれ一緒やってたいけど。我以为只是单纯。因为风向的关系。まああとはレジをもっと。到达的那一个时间，他们飞日本，所以你飞去日本是早一个小时，然后回来台湾是多一个小时。なるほどね。あ、但是我看航空公司。とりあえずレベルを上げない。这也有，打了八十。弗拉米，让我先走。八十，再见。基本上一定是最多只会差到半小时，最多半个小时，不会到一个小时。是啊。GP 了。Spike 星点啊，其中一个人有大残。リストッカーさえどうにかなれば、あのゲーム絶対楽しいんだけどな。なんか無理やり直すか。啊，感觉机票这种东西，还有个 Nostalgia， 什么时候订个票 ？Save data， 机票至少前三个月。哇，多分残ると思うから、ファイル的に。你不要当当天订就好，当天订。オンライン上に残ってると思うから。哇哦。あとはさ、最初から英語でやるっても。ああ。